これもさっきのアニメの話ですね。アローですね。これさっき持ってたじゃないかよと思うかもしれないですよ。ところがこのアローはですね、ほら見てください、これね、なんか違うよみたいなね、ほらあのウォーリーを探すじゃないですかね、ほら見てください、これってここだよみたいな感じでね、あの全然この長さが違うよみたいなね、感じになってますね。こっちがバンタイプ、こっちがバスタイプなんですね。なんとバンとバスがあるというね、紛らわしいわみたいなね、同じ形で同じ色をしていてバンとバスタイプがあるよみたいなね、もう完全に嫌がらせじゃねえかみたいなね、あのね、ウォーリーを探せじゃねえかみたいな感じでね、まあ確かにこの絵柄の感じからしたら多分ウォーリーを探せと同じ人が多分描いたんじゃないかなと思うんですけどね、よく似てますからね、絵がね。でこういう風になっててね、こういう風になっていますね。でなかなかこれもこれで何の車なんかしんだけど非常にいいなっていう感じで、絵柄がねこういう風になっていて非常に面白いなと思いますね。でここににっこりしたばあちゃんがいますからね、あんまりね、にっこりしたばあちゃんだからと思ってね、油断をしてるととんでもないですよね。アメリカに行ってね、アメリカはあのね行って、おばあちゃんがね会いに行ってね、いつもいつもにっこりしてるというね。ところがばあちゃんというものはね、にっこりしていながらね、ポタポタ焼きのばあちゃんみたいな人もいますからね、あいらっしゃいみたいな感じでね、アメリカ行ってもねにっこりして出迎えてくれるかなと思ってね、でちょっと悪いことしちゃったなみたいなね、例えば物を盗んだりとかね、そんなことしちゃいけませんよ。そうしたらですね、いつもにっこりしたおばあちゃんがね、にっこり出てきて、あれとか言いながらね、ここにないんだけど知らないかいとか言いながらね、知らないですよとかって嘘ついたらですね、にっこりしたおばあちゃんがね、実に裏からね、ここはアメリカですからねとか言いながらね、にっこりしたおばあちゃんがですね、こんなドヤ顔の笑顔でですね、拳銃を、向けてくるんですね。いや気をつけてほしいですよね。にっこりしたばあちゃんだから拳銃を持ってますからね、日本じゃねそんなものを持っていられません。日本じゃそんなものを持ってはすぐ捕まえられますけどね、アメリカですから、アメリカは物騒な国ですからね、もう拳銃を持ってもいいですよっていうふうに、もうアメリカはもうあのね、ばあちゃんがニコニコしながら拳銃を持ってるっていうね、もうすごいすげえばあちゃんだなみたいなね。だから中にはね、ポタポタ焼きのばあちゃんみたいにやっぱりそんだけの根性がないとね、やっぱり生きていけないんですよ、アメリカという国はね。にっこりして優しいですよって言うんですけどね、悪いやつは容赦しないみたいなね、もうそんな感じですからね。だから優しい人を怒らせちゃいけないんですよ。あえていつもにっこりしてる優しい人を怒らせると怖いですね。もう逃げようと思ってもばあちゃんがどこまでもものすごい速さで追いかけてきますみたいなね、もう一人用のね、あの一人用の乗り用のあのほら、遅い車があるじゃないですか、時速10キロとか20キロとかね。ところがこういうばあちゃんは改造しててですね、一人用のね、あのセニアカーじゃなくてね、もう F1 並みの加速でね、ビューンってもうあの追いかけてきますからね、怖いですよ。セニアカーが時速60キロで追いかけてくるとかね、セニアカーが時速100キロ近くで迫ってくるわけですから怖いですよ。だからね、だからあのニコニコしたおじいちゃんおばあちゃんをね怒らせたら怖いですよ。時速100キロぐらいでセニアカーが追いかけてきますからね、いやーおっかないみたいなね感じでございます。ですからね、こういうあの車というのはね、まあ、話が随分脱線しましたけど、まあ、こういうね、アローのね、まあ、こういう車というのもなかなかあのいいんじゃないかなといった感じですね。どうもありがとうございました。